よいしょ。はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日、8月2日水曜日、19時33分、本日も残業でございました。本日もほっともっと、あ、ビッグノリ弁終わるんだって。ビッグノリ弁が、あー、ちょっと入れすぎたな。まあいいか。ビッグノリ弁がね、終わっちゃうって言ってね、なんか悲しいなと思いながらちょっと買ってきましたよ。ビッグノリ弁が終わるならいいんだけど、こっちのナポリタンが終わるわけじゃないよね。それがちょっと心配でさ、ファミリーナポリタンなくならないよね。まあ、とりあえず、お疲れ様です。ちょっと濃いか。ビッグのり弁なくなっちゃうのよ。でさ、開けます。オープン。美味しそうでしょ、この美味しそうなビッグのり弁が終わっちゃうのよ。でビッグのり弁ってさ、あの昔こっち焼きそばだったじゃん、ナポリタンじゃなくて。でこののり弁側が終わることはないのよ、絶対。のり弁はずっとあり続けるはずだから、またね、こっちが変更になるんだよ。そうするとファミリーナポリタンもなくなってしまうんじゃないかという心配をしとるわけだよ、私は。あ、なくなったら、ほんとナポリタンなくなったら超ショックだな、ほんと。せめてファミリーナポリタンも残してほしいな、と思ってる私です。はい。いただきます。ああ。抜群にうまい。おいしい。また焼きそばに戻るのかな。あの、ちょっとホットモットクルーの方見てらっしゃいましたら、あのファミリーナポリタンがなくなるかもしれないという時には必ず、あの、連絡くださいね。まあ、お店で聞いてもいいんだけどさ。まあ、腹がしてくるのや、のり弁最高だよ、ほんと。ナポリタンもついて610円なんだから。うん。最近さ、ちょっと話は思い切り変わるんだけどさ、朝風呂にハマっててさ、毎日朝風呂入って、そしたら今日さ、あまりにも風呂が気持ちよくてさ、長湯しちゃって朝ごはん作る時間がなかった。だから松屋行って、お、
ほんと朝っていいよね。うん、子供の頃はさ、とかいうか、なんか子供の頃っていうか、なんか夜がいいみたいな時あるじゃん、若い頃って。で、夜遅くまで起きてたいみたいな。最近それがなくなってね、ほんと朝早く起きていたいみたいな。わかんない、この感覚。夜遅くまで起きてるのでやることないんだから。だから朝の方がなんか本当にやれることがいっぱいあるよ。朝風呂も気持ちいいんだ、本当。で、朝風呂入ったらいろんなことしてたら朝ごはんの時間がなくなったなんか今日のファミリーナポだね、これ。ビッグノルベン、すごいナポリタンの量多いな。あざーす、ありがとう、ありがとうね、くれる方。うめぇ。あ、そりゃ昨日もマークあれナポリタン食ったな、ファミマの。まあいいや。ああ、もう抜群に今ファミマのナポリタンのね 2.7 倍うまい。うん、この 麺の感じがいいんだよね。この麺って普通にお弁当のさ、からが弁当のさ、下とかに引いてあるさ、パスタと同じパスタなんだけど、なんかいいのよ、この感じが。うん、うまい。朝も朝風呂入ろう。朝風呂っていつもあれなのよ、夜のさ、お風呂のお湯を取っとくのよ。そこに熱いお湯を足してね、はい、夜のお風呂のお湯も、まあ、お風呂一人なんだけど、お風呂入るときシャワー浴びてから入るの、湯たまに。だから綺麗なのよ。あ、やっぱビッグのり麺腹にふっくるな。最後に取っとった。うん、美味しかった。ビッグのり弁なくなるのはね、悲しいけどね、きっとまた
ちょっとまたこっち側がナポリタン側が何かに変わって復活すると思う。なんかサラダになるんだな、健康志向で。多分サラダになるか焼きそばに戻るか、どっちか。それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。